12月2日金曜日なので、ユニクロ公式サイト期間限定商品がアップデートされています。今日から12月8日までの期間限定商品ですね。ファーリーフリースフルジップジャケット、こちら1990円。ちょっと前までは前期物がこの値段で出ていましたが、これはねきっと今期物なんでしょう。ファーリーフリースフルジップジャケット、もう色がこんなにたくさん、2、4、6、8、12色ですね。はい、今期物でしょう。1990円。フリース持っていない人いないんじゃないかなと思うんですが、ふわっと雲のような着心地、本当にふわふわですよね。で、レディースの方はショート丈サイズになっています。ショート丈がちょっとなんかお尻まですっぽり隠したいなと思ったら、メンズの方でも全然大丈夫ですね。ただレディースの方が可愛い色が、カラーが揃っているんですよね。なのでちょっと可愛いカラーサイズ展開がいいなと思ったら、やっぱりレディースのリサイクル率 100% の生地にアップデートしたフリースということで、オフホワイト、ブラック、ピンク、レッド、オレンジ、ナチュラル、ブラウン。ブラウンといっても、こちらは焦げ茶のようなブラウンですね。イエロー、グリーン。このグリーン、あ、これはブルーですね。パープル、12色。暖色系にしてあったかい感じにするのか、寒色系にしてちょっとクールな感じにするのか、ベーシックカラーでどんなものとでも合わせやすくするのか。1990円、12月8日までの期間限定です。こちらは男女兼用ということで、まあね、XS から 4XL まであるのでね。でこちらの方が丈感が長いです。オフホワイト、ダークグレー、ブラック、オレンジ、ベージュ、ダークグリーン、ブルー。このブルー綺麗ですね。そしてネイビー。レディースにするのか男女兼用にするのかっていう感じです。まあね、リサイクルポリエステル 100% 素材ですからね、地球に優しいサスティナブルファッション提案ということです。ウルトラライトダウンジャケット5990円。これもやはりもうユーザーが多いと思います。まあ、私ももちろん持っています。さらに軽くて柔らかなダウンにアップデート、シルエットもアップグレードされてよりファッショナブルな一着になっている。色展開も多いです。オフホワイト、グレー、ブラック、ピンク、ベージュ、グリーン、55番のグリーンです。冬をイメージした時にどんなカラーが一番冬のイメージかっていうアンケートを取ったら、やっぱりオフホワイトとかブルー系が多いそうですね。うん、冬のイメージ、まあ今クリスマスカラーなんていうので暖色系もありますが、冬のイメージで一番アンケートが多いのは白とブルーだそうです。ウルトラライトダウンリラックスジャケット、こちらも12月8日まで期間限定5990円。ゆったりとしたシルエットとダイヤ風キルトでカジュアルな印象に、室内でのカーディガン代わりにも。色は3色展開、こちらカーキ、オフホワイト、ブラックです。より軽く暖かく、ユニクロダウンキルト風なデザインになっているのが新しい感じがします。ミドルインナーとしてもレイヤードスタイルで着られる一着、小さくなっちゃいますね。襟元もついていないのですっきりした印象に見えるかなと思います。こんな風にね、レイヤードスタイルで着ることが可能です。室内では羽織にもなりますね。あったかいです。
なるべく地球環境のことを考えてね、お部屋の暖房費を抑えるためにも、部屋の中でもインナーとして着るのがおすすめです。そしていろんなタイプのダウンが出ています。こちらユニクロの中では一番暖かいと言われているウルトラウォームハイブリッドダウンロングコートです。14,900円。色は4色展開。外側に中綿、内側にダウンを使い分けて、動きやすさと暖かさを両立したハイブリッドダウンアウター。たっぷりした丈が長めにできているので、暖かそうですね。フードもついているので、頭も保温してくれます。立体感のあるフードで、顔周りが小顔効果っていうこともありますね。上まできちんと留めると首元も暖かい。こちら、ダークグレーです。ブラック。ナチュラル。ダークグリーンです。ハイブリッドダウンコート。これちょっとプラス J を意識したようなデザインかなと思います。色は3色展開。ダウンと中綿を使い分け、保温性と運動性を両立。待ち着にも使えるスタイリッシュな一着。すっきりとしたデザインで、少し A ラインな感じになってますね。ジッパーとボタン使い。フロントは見えないタイプ。ジッパーを上げると見えないタイプになっていて、すっきりとしています。やはり襟高ですね。襟元が暖かいデザインになっている。このようにね、フロント全部閉めると全くデザインを拾わないタイプになっています。どんなものとでも合わせやすいですね。袖は立体感があって A ラインになっています。ブラック、ブラウン、ネイビーの3色展開。XS から 3XL まで。男性もね、着られるんじゃないかなと思います。1万円を切って9,990円です。先ほどのだとちょっと丈感が長いかなと思う方、ハイブリッドダウンパーカーです。ダウンと吸湿発熱面を使い分け、暖かさと軽さを両立。デザイン性も優れているので、待ち着にも使える。4色展開です。もうこれも本当暖かそうですね。で、フロントに3つのジッパーがついていて、そして真ん中に1つついていてね、面白いデザインになっています。縦に目線を誘導するデザインですね。やはり襟高が高く、フードに立体感があります。このフードの立体感、これもちょっとね、プラス J を思い出しませんか？色はライトグレー。ブラック、レッド。落ち着いたレッドなので着やすい色合いですね。そしてダークグリーンです。もしエレガントな感じの方がお好きという方は、このパウダーフィールドダウンショートコートです。ダウンならではの暖かさと包み込むような着心地、美しく着こなせるシルエットにこだわった一着。はい、これもね、プラス J っぽいですね。私が前回買った白いダウンコートがこんな感じです。ふわふわっと。ダウンなんですが、エレガントな装いにも使える。お色が5色展開。こちらがグレーですね。落ち着いたグレーです。ブラック、ナチュラル。プラス J のホワイトはもっとね、パキーンとした真っ白い感じでしたが、こちらは優しいナチュラル、インラインですね。ベージュ、ダークブラウンです。8,990円。こんな風にね、ベルトで絞るとよりエレガントな印象になりますね。ウォームパデットキルティングベスト2,990円です。今季新登場の、こう粒子の細かい綿入りのふわふわっとした着心地、ダイヤキルトが着こなしのアクセント、インナーパデットベストとしてもおすすめ。これも持っている方が多いのではないかなと思います。すっごく小さくなっちゃいますからね。暖かさの秘密は空気でした。空気がね、
この面と面の間に入ることによって、より暖かさが増すっていうね、耐熱が外へ逃げるのを防ぐっていうことなんですね。さらに裏地には耐久撥水機能がある生地を使用しているので、小雨でも着用できるそうです。小さくなっちゃいますよ。本当にね、空気を抜いてくるくるくるって丸めると、もう本当小さくなっちゃうので、お出かけの時に1枚バッグの中に忍ばせるのもいいですね。色が4色展開。オフホワイト。ただ私はこのオフホワイトを持っているんですが、ちょっと変色します。やっぱり白なのでね。2990円ですが、ブラック、ベージュ、ダークパープルです。このサイズ感になっちゃう。ね。ランパンと言われるやつですね。ヒートテックウルトラストレッチスリムジーンズ標準丈。3色展開です。お客様の声をもとにいろいろなスタイリングに合わせられるスリムストレートシルエットにアップデート。どんなものとでも合いやすいスリムストレートシルエットです。色は3色展開。ブラック、ブルー、ネイビー。もう言うまでもなくユニクロのデニムは優れものです。伸縮性があって履き心地が良く、シルエットも美しい、股上も深めにできています。ちゃんとね、ポケットもインポケットもついています。コインポケットっていうやつですね。ジッパーとボタン仕上げ。後ろにもポケットが高い位置についています。サイズ展開も21から36っていう幅広いサイズ展開になっています。プレミアムラムクルーネックセーターの長袖。ふんわりとして柔らかく、暖かな上質ウール。1990円です。もう1000円切ってますね。色の展開もすごく多いです。オフホワイト、01オフホワイトですね。ライトグレー。もうライトグレーも本当に綺麗なもう色合いなんですよね。柔らかい感じです。ブラック。ピンク、ベージュ、イエロー、発色のいい元気なイエローですね。着ているとなんかコミュニケーションカラーと言われて、人とコミュニケーションを取るのにもいいイエローです。ブルー、すっきりしています。ネイビー、パープルです。このパープルも綺麗ですね。期間限定12月8日まで1990円です。100% ウールで2000円以下、ユニクロさんならではっていうところでしょう。そして男女兼用だともっと色展開がたくさんあります。こちらのパープル少し赤みがかっています。オフホワイト、グレー、そして男女兼用なのでね、丈感が長いです。ダークグレー、レッド、こちら16番のレッド、ベージュ、ダークブラウン、イエロー、これも発色のいい綺麗なイエローですね。元気カラーです。グリーン、ブルー、優しいブルーですね。私このブルー好きだな。そして62番の濃いブルー、66番のブルー。ブルーもね、3色あります。ネイビー、赤みのパープルです。77番。ユニクロ U のヒートテックコットンタートルネックティー、1290円です。ユニクロ U ですよ。色の展開も多いです。表がコットン 100% 仕様で、自然な風合いのヒートテック1枚でもレイヤードスタイルでも使えるオフホワイト、ブラック、ワイン、落ち着いたワインですね。ベージュ、ブラウン、これがね、ユニクロ U っぽいブラウンですよね。34番。オリーブ、合わせやすそうなオリーブです。ブルーです。1290円。
ヒートテックで暖かくインナーウェアとしても使えそうですね。こちらはメンズですが、まあ、S サイズだったら着れると思います。あとね、大柄な方はもちろんサイズ、ご自分のサイズを選ばれたらいいかなと思います。ヒートテックボアスウェットフルジップパーカーです。2990円。ヒートテックですからね。表面にヒートテックを採用し、より暖かな着心地にアップデートされています。色は4色展開。こちらがグレーです。ダークグレー。ブラック。オリーブです。このオリーブも綺麗なオリーブですね。XS からこのオリーブだったらあります。2990円。こんな風にリバーシブルで着られるっていうことですね。ヒートテックソックスの2足組が期間限定790円です。お家の中でもあったかいソックス履いていると足元が冷えなくていいですよね。末端から温める。そしてヒートテックブラトップ。こちらも期間限定1490円です。インナーウェア。さあ、豆黒河内さんのヒートテックウールブレンドフレアスリットレギンスも期間限定で安くなってきています。1290円。色は3色展開です。こちらがダークグレー。ブラック。ダークグリーンです。今季ね、この色が新しいですね。もうこれもね、買わなくてよかったなって感じです。安くなっちゃってますからね。シルエットが綺麗です。ただし、太ももとかヒップが大きい方は、拾いますね、体型を。私はヨガウェアに、この今季新しい新色のグリーンを買おうかななんて思ってます。はい、綺麗なシルエットです。さあ、このあたりのね、マメさんのインナーウェアがすべて期間限定で今回下がっているのが、これ狙い目かなと思います。ヒートテック、リブ、ブラ、T シャツ、シルクブレンドです。シルクブレンドなので、ちょっと光沢感がありますね。ヒートテックにシルクをブレンドですよ。マメさん特徴のこのデコルテラインが美しく見えるデザインになってます。1990円。色が4色展開。こちらブラックです。オフホワイト。ブラウン。このね、ブラウンも綺麗なんですよね。このブラウンにするか、今季のオリーブにするのか、ちょっと迷うところかなと思います。デコルテラインが美しい。ここまでね、広くデコルテが空いているものなかなかないんですよね。はい、サイズもたくさん出ています。全部、全サイズありますね。全カラー、全サイズあります。ヒートテックウールブレンドクルーネックティー長袖。薄手でも暖かく、温かみのある表情と滑らかな肌触りが楽しめるヒートテックウールブレンドを開発したそうです。これ、私、ちょっといただき物で1枚いただいたんですね、ブラックを。で、特徴的にはこの正面にラインが入ってるんですね。どの写真が分かりやすいかな。こちらオフホワイト、ダークグレー、ブラック、オリーブです。あ、このオリーブが分かりやすいかもしれないですね。ここの脇下のラインからこのラインです。ここに切り替えが入っていることによって、正面から見たとき、細見えするんですね。私はブラックをいただいたんですが、これがやっぱりね、このワンポイントが豆さんっぽいなというふうに思いました。フィット感がね、こう、あるっていう感じでしょう。そしてこちらはヒートテックウールブレンドタートルネックティーです。こちらもね、同じようにラインが入っています。そしてね、お袖が、こう少し広がっているようなデザイン。わかりますか？正面から見たときに、この横にラインが入っていることによって、体がきれいに見えるというデザインになっています。これがわかりやすいかもしれないですね。はい、この女性ならではの
ラインですね。砂時計のような4色展開です。オフホワイト、ダークグレー、ブラック、ダークグリーンです。ヒートテックタンクトップシルクブレンドです。これもね、なんかレイヤードスタイルで組み合わせて着たりしていましたね。1290円。この脇のくくりが綺麗ですよね。背中のくくりと脇のくくりがラウンドになっている。正面から見るとスクエア型になっていますね、襟が。バックラインがね、結構グッと開いていて、正面はスクエアのネックになっています。4色展開、オフホワイト、ブラック、ブラウン、オリーブです。これもね、ブラウンとオリーブが迷うところなんですよ。ということで、今回は、豆さんがね、お安くなっているのがいいかなと思いました。期間限定12月8日まで。お値段下がっているもの、要チェックです。綺麗を楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、賢く買ってファッションを楽しもうを提案しているアラカンスタイリストでした。よろしかったらチャンネル登録お待ちしています。今日の夜はクリーニングパーティーをしようかなと思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。